はい。来ました。やっと、ずっと来たかった。はい、りえちゃんです。こんにちは。後ろにすごい、仏様が、仏様ですよね。あ、そうです。うん、阿弥陀さんです。阿弥陀様が見守る中、はい、このようなネイルを、で、お尻が見えております。ふわふわの。今日やっと、ネイルをやっていただきます。この私の汚い、手湿疹がひどいので、今日はちょっとお手入れだけになるかもなんですけれども、ちょっとやっていただきたいと思います。ネイルどうもありがとうございました。めっちゃ綺麗にしていただきました。次回は、下旬の方に行きたいと思います。はい、ありがとうございました。遅い、お座り。お手、すごいお手。はい、どうぞ。嫌だ、よだれの上。いいよ、私の足の上じゃないから大丈夫。はい、ですね、お久しぶりです。今またジムから帰り、いつもジムから帰るとかジムに行ってきますとかというVlogが多いんですけども、今水泳から帰ってきました。今日初めてね、クロールで25メートル行きました。ずっと10メーターで終わってたんだけど、で平泳ぎばっかりだったけど、今日はやっと25メートル行けるようになりました、1回でね。で、ちょっと前に、サルサ、チップスにサルサをつけて食べるのが夏大好きっていうのをお話ししたところ、作り方知りたいっていうリクエストがあったので、ずっと前にインスタの方には上げてたんですが、めっちゃ前かな、上げてたけども、動画に載せてなかったので、めっちゃ簡単バージョンを、作るところをお見せしたいと思います。本当に今あった、冷蔵庫にあった野菜で作るので、はい、サルサ作りたいと思います。では材料なんですけども、今日はめちゃめちゃ簡単な感じ、冷蔵庫に本当にあったもの、ちょっと古くなったものばっかりなんだけど、缶詰のコーン、これ私大好きだからいつも入れるやつね。で、パプリカの残り半分、もう何色でもいいです。で、トマト、ちょっと大きめのやつ、お母さんにもらってきた、これももらってきた。キュウリ2本、ちょっと古くなってきてるからここを切り落とす予定。そしてちょっと小ぶりなんですけども、玉ねぎ半分、アーリーレッドとか赤玉ねぎ、えっていうのかな、紫じゃないね、赤玉ねぎだったら大きめなんだけど、私あれでサルサ作るのが一番好きなんですけど、なかったのでこれになりました。これを全部ダイスに切ってここに入れて、後で、ソースっていうかドレッシングを作ります。はい、まず切って入れます。はい、これぐらいに切れたので、ちょっとトマトは大きかったので、半個でいいような気がするので、これぐらいで、このボウルに入れていきたいと思います。山盛りになってしまった。でもすごいもうヘルシーそのものっていう感じの色ね。ああ、コーン大好き。はい、ドレッシング作ります。はい、今日のドレッシングはもういつも適当で変わっちゃうんだけど、今日はオリーブオイルとアップルサイダービネガーと胡椒、塩胡椒ね、と、クミンシードパウダーだけど、今日はちょっと、ディジョンマスタードかな、これ粒マスタードも入れてみようと思います。まあ、大体基本はこのアップルサイダービネガーとオリーブオイルと塩胡椒は必ず入ってます。あ、クミンも入ってるかな。はい、これを適当にですね、こういう、まあ何でも、グラスのボトルでも何でもいいんだけど、小瓶に入れて、シャーって、シャカシャカして、上にドーってかけるだけです。はい、大体なんですけど、よく、YouTube とかでは、オイルとビネガーを入れる割合が、1対2ぐらいで、オイルの方が多いんだけど、私はいつもビネガーの方を多くします。大体1対1より多めで、お酢の方を、酸味の方をね、強くします。いつもね、1対2でオイルを入れるとものすごいオイルになるので。で、クミンシードはだいたい小さじ1いかないぐらいかな。で、今日はマスタードを小さじ1ぐらい入れて、塩コショウも適当。塩は小さじ1いかないぐらい。と、他なんだっけ。
それぐらいか。なのでこれを振ります。乳化させます。そうそう、オイルが大さじ2ぐらい。だからお酢はそれの倍以上入れております。はい、乳化されましたのでこれをですね、かけます。はい、混ぜてできたのがこのカラフルなサルサでございます。美味しかった。味見ちょっとしたけど。でも、これはね、ちょっと冷蔵庫で冷やして、時間を置いた方が味が馴染んで美味しいので、特にキュウリとか玉ねぎとかはね、まだシャキシャキすぎて、うん、お酢とかでちょっとマリネされるととっても美味しいので、あとはスパイスとかね、いろいろハーブ系とか入れると美味しいです。シラントロとか、パクチーね、を刻んで入れたり、イタリアンパセリを刻んで入れたりとか、モコモコしたブロッコリーみたいなパセリは、私にはちょっと苦すぎるので、味がもうパセリすぎるので、私はあれは入れません。うん、イタリアンパセリだったらまだいいんだけどね。はい。というわけで、めちゃめちゃ簡単な、もう切るだけっていうね。ただ今私、手指針ひどいので、この食材を切るだけでめっちゃ手が痒くて、今死にそうなので、何回も手洗ってます。というわけで、サルサでございました。